はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、院の長から出される文書、まあ、命令文書ということになります。はい。で、すみません、院前と院長下し踏みについての違いを説明してくださいっていう人は、そういう人は、ちゃんと勉強してください。はい。ちゃんと意味の違いはあるんですけど、そこまでやってこないんで、さらっとだけ言います。まあ、要するに、院の長から命令文書を出すわけです。要するに、お前これやっとけ、みたいな、はい、感じになるわけですけど、適当に書いたら大変なことになるんで、ちゃんと天皇陛下から、上皇陛下か。上皇陛下から要するに、ちゃんともらいま、印もらいましたよとか、委員長からの命令文書ですよというのがないとダメということになるわけです。はい。なんで、院前ということ。院前が出される。もしくは、院長下し踏みということが出される。まあ、もらう側からしたら、まあ、どっちでも、まあ、命令文書なんてほぼ一緒だと思ってください。はい。院前と院長下し踏み。この二つが要するに、院の長から出される文書として出されるということですね。院前と院長下し踏みということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。